さあ、今回は少年期のナルトを使ってやっていきたいと思います。相手もナルトなんでね、僕は少年時代のナルトなんで。まあ久しぶりなんで、ちょっと何話せばいいかわかんないんですけど、無言になっちゃうかな。ちょっと、おっ、あ、やばいかも。あ、待って、なんで？千鳥のやめどきはわかんない。ほい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 、やべ。オッケー、オッケー、オッケー。おい、いいぞ。相手にサポートキャラも無駄打ち。やべ、おいおい、ちょっと待って、ひどいひどい、久しぶりすぎて、ちょっと何もできてないんだよ。はい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 、あー、やっべ、やばいっすねこれは。 OK、はい、ちょっと待って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 、このすげえサポートキャラが吹っ飛ばされる時の音がね、えぐいんですけど。いや、ダメだな、結構うらせんがんってほんと追尾千鳥とさ、そのらせんがんとかそういう感じの扇ってほんと避けにくいっていうか、なんかガードしてもしばらく続いてるし、あれですよ。おい、いや、なんか久しぶりにやるとちょっと操作方法とか忘れてて、あれなんだよ。つかみどうやってたっけな、つかみ確かガード丸だったっけ。ボタン配置をいじったような気がするんだけど、前に。あ、やべ、あー、なるほど。 OK、 覚醒いけー。はい、あー、マジか。オッケー、オッケー、もっと入れろ。やべ、チャクラがねえのか。いやー、しくったな。おい、おらおらおら、ナルトのなんていうんですかね、キュービカは少年期の方が好きなんですよね。ナルトの漫画をですね、小学校か中学校1年か2年の時まで集めてたんですけど、サスケ奪還の巻ですね、それナルトが表紙だったと思うんですけど、キュービカのキュービチャクラまとったやつ、あの巻がね本当にかっこよくてね、そのちょっと待って、しくった。そのちょ待って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 、あ、やっべ、あ、やべ、その感がね、本当にかっこよくて、当時中学生だった俺ね、あの感が出た時なんかもうすっげえ衝撃を受けましてね、やべ、なんこれめっちゃかっこいいやんと思って、なんかあの感の表紙だけでずっと眺めた記憶あるんですけど、あ、やばい、ちょっと待って、話しながらやるとこんなになる。やばいやばいやばい、やっべ、これまずいぞ。変わり身、オッケー、ちょっと待って、ここから押さないとマジでまずい。あ、やっべ、やられたんだけど。
っちには最高の相棒がいるんだってばよ。ちょっと話しながらやったら負けちゃったんですけど、ちょっともう一戦いきますか。なぜかさっき負けてしまって、まあ勝った試合と一緒に出したくてですね、セッション検索してるんですけど、ランクが本当に高い人しかいないですね。あと回線悪かったり、しかもさっきからずっとボコられてるんでね、そろそろ勝ちたい。勝つまでやるからなマジ1個目本当1個目勝ててたら、ちょっと待って、本当マジミスが多い。やばい。 OK ナイス。あっ、あーマジやらかし。ちょ待って待って、サスケ、オッケー。あ待って、俺の方が今当たれ。あれこれ今足元に打ったはずなんだけど発動しないの。やばいかも。ちょ後ろからじわじわ追いかけてくる系は、オッケー。まだまだオッケー。はい、代わり見つかってこいよ。あえ嘘、あなるほどね。あぶな、はい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 、いつまで来るのあれ。ちょ待って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 、あのオービットとマダラ区別つかないときあるんですよね。時々サポートで出てきたとき、どっちの対処すればいいのか覚醒させてもらうよ。いいのかな、あざーし。あー向こうも覚醒してはい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 、はい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 、どっちが勝つかな。オッケー。あーやっぱナルトのキュービか、少年期の方のキュービチャクラは本当にかっこいいなまたこの話してたら負けるからちょっと黙っていきますねせっかくまた勝てるチャンスが。もう何連敗してんだろうな今。やばい、これ持ってかれる。オッケー。いやーでもまあちょっと削れたからね。最終戦開始。オッケー。あー神羅転生とかそういう感じのあれ術嫌いなの。あ、やっべ。オッケー、いいぞ。はい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 、はい、いいっすね。来いよ。あやばい、か覚醒させちゃったよ。最悪なんやな。オーケー。あー千鳥すかぶっちゃったんだけど、見え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 、ちょ待ってマジ見え、ちょ待って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 、オッケー覚醒切れたらもうこっちのもんや。オッケー、ちょ待って変わり身がたまらんねんけど。
いける、あぶねえ、オーケー、はあ、怖かった。ギリギリまで代わりに温存しててよかった。というわけでですね、今回ナルト使ったんですけど、ちょっとリハビリが必要ですね。大して普段も上手くないけどね、喋りながらやるの本当難しいんですよ、実況とかでも。考えながら、こういう格ゲーとかね、FPS でもそうなんですけど、考えながらやらなきゃいけないゲームは、こうね、その瞬発力と考える力を両方使わなきゃいけないゲームっていうのをね、実況するのが難しいんでね、まあ、これからもちょっとずつ、腕上げていければいいなと思うんですけど。というわけで今回ナルト使いました。今回は初めて2本を上げることになりそうですね。というわけでお疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。